皆さん今日は遠いとこお集まりいただきましてありがとうございます。昨日の埼玉スーパーアリーナ大会でも発表させていただきましたが、この度 DDT プロレスは、ここ足立区にございますグレース観光株式会社さんと業務提携をすることになりました。グレース観光の吉村社長でございます。グレース観光株式会社代表の吉村義雄と申します。この度、DDT プロレスリング様と業務提携させていただきました。主な内容は我々バス事業をやっておりますので、選手バス、ファンの方たちの、ファンバス運行させていただきます。今後ともいろいろとよろしくお願いいたします。はい。今吉村社長の方から言っていただきましたが、この後ろにあります、こちらのバスをグレース観光さんから我々 DDT に寄贈していただきました。本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちらのバスがあることによってですね、はい、まあ、全国津々浦々、そうですね、はい、全国のいちご狩りツアーにファンの人たちいちご狩りにこだわってますよね。まずはまあ巡業バスとして、まずは巡業バスとしてですね、はい、まあ本当にいろいろとね、やっぱり貸し切りでやってるといろんなコースでやってるみたいな、はい、大変だったんですけども、ようやくまあ千葉でバスということで、本当にもう日本全国で行けるという、はい、かなり位置にとってます、ね。全国展開がしやすくなるんじゃないかと思ってます。はい。まずは DDT グループの巡業バスと使いまして、また高木社長も言いましたようにファンの方とのいちご狩りツアー、いちご狩りにこだわらなくてもいいんですけど、まあ、イベントにも使わせていただきまして、さつまいも掘りとかですね、塩干狩りツアーなんかもいろいろちょっと私の頭の中で結構企画してます。そうですね、はい、いろいろ考えたいですよね。毎週のようにできるんじゃないかな。毎週はだって巡業がありますからね。まあ、あとはですね、観戦ツアーですよね。そうですね。名古屋と大阪に定期的に運行されてるんですよね。弊社の方の高速路線部門もございまして、はい、東京各地から、名古屋、大阪に展開しております。また、大阪、名古屋から東京にも当然行ってます。何か、まあ、大阪のヘリオンアリーナの近くにバス停取得も考えております。はい。まあ、我々の大阪大会、名古屋大会の際にですね、観戦ツアーをグレース観光さんで組んでいただくなんてこともね、今後あり得ると思いますので、ご期待いただきたいと思います。もう観戦ツアーの際はですね、はい、もう誰かしら選手を、はい、特別にそのバスに乗せて、そうです、ファンの方が乗るバスの方にですね、バスガイドとして、はいはいはい、試合は組まないで試合は組まないでツアーガイドとしてそこに乗るという、はい、ね、はい、島谷とか誰ですかね、あとは、あと伊橋とか、伊橋とかそういった鈴木とか、ね、はい、鈴木とか、ちょっとこうユーモアに飛んでる選手をですねバスガイドとしてのみ喋りの立つね、はいはいはい、選手を乗せることも考えておりますので、はいはい、ご期待いただきたいと思います。はい。改めまして、昨日はですね、DDT 旗揚げ20周年記念大会ジャッジメント2017埼玉スーパーアリーナメインアリーナ大会、ご来場いただきましてありがとうございました。10,702人ということで、DDT 過去最高の大人数のお客様に来ていただくことになりました。内容もですね、非常に盛り上がって、まあ、皆さんの満足度も高かったと思います。DDT はですね、まあ、8月20日にはまた両国大会もありますし、21年目もですね、ファンの皆様と共に、走っていく所存で ございますので、これからも DDT をよろしくお願い申し上げます。そんな中ですね、昨日大会中に発表させていただきました、東京ドームで、路上プロレスをやらせていただくことになりました。そもそもの、まあ、はい、経緯を、まあ、そもそもの経緯はやっぱり2012年の、まあ、日本武道館大会で、鈴木みのる選手と試合をしたときに、まあ、5年後に東京ドームを目指すということで、まあ、そこでも、まあ、シングルマッチ、そこでもし、ね、東京ドーム大会が行われるのであればシングルマッチを、というふうに言っていたんですけども、まあまあ、その東京ドームで、普通に興行するのは、まあ、正直面白くないっていうのもあったので、なんかこう東京ドームで何かできないか、デタラメなことは DDT らしいことはできないかと思ってまして、東京ドームさんに路上プロレスの、
打診を、開催の打診をしていたんですけども、お返事がなかなか、なかなかちょっとやっぱり向こうもちょっと面食らってた部分もあるんですかね。で、まあ、私も昨日の試合でですね、もうこれを境に引退してもいいかなと思うようになってですね、天下と五分鳴らそうとしたんですけども途中で連絡がね、はい、まして、もうちょうどもうギリギリのタイミングで、はい、返事がありまして、はい、ね、とりあえずは開催はできると、はい、させていただけるという返事はいただきました。でこれはもう東京ドーム内で行う路上プロレスです、はいはい、まあ、東京ドーム内 その東京ドームといってもドームシティとかいろいろあるんですけども、単純に東京ドームということですね、その野球をするスペースということですよね、はい、で、まあ、日時とかまだ、これが未定なんですけども、もう一つだけもう自分の方から、この試合しかないというのはもう、高木三四郎と鈴木みどりのシングルマッチしかないかなと思っています、はい、だからまあ自分の中ではもう対戦相手は鈴木みどりしかいないと思っているので、まあ、まだ全てはこれからですけども、やるなら出てこい鈴木みどり、俺はもう全ての条件をクリアして持ってきたんで、東京ドームで1対1でやろうじゃないかということです、はいはい、それでは何か質問などございましたらお願いいたします。鈴木選手の方には今これで発表したっていう形になる。そうです、ね、これを鈴木選手が知ってそのアクションマッチ、リアクションマッチ、まあでもそういうことですよね、はい、まあちょっと昨日はあまりにもね突然過ぎた、うん、まあでも本当にやるならもう鈴木みどりしかいないので、ね、自分の中ではまあ出てこいということですよね。まああと東京ドーム内の路上ということで、まあ昨日の話であればいろいろ制限があるかもしれないっていう。そうですね、もうこれから本当にまずは開催は OK と言っていいってことだけもらったので、まあ、時間やどういった形式でやるのか、どこを使っていいのかというのはもう全部これから東京ドームさんとご相談の上ということを決めていくことになると思います。高木選手の中で何 か東京ドームの中ならではでも考えていることはありますか。まあやっぱりどっからどこまでが使えるのかっていうのが多分肝になってくると思うんで、やっぱり東京ドームにもボイラー室とかあると思う、やるからには東京ドームのボイラー室の中で、ね、やっぱりボイラーって結構熱いじゃないですか、やっぱそういう移転を生かせるような、ね、部分でダメージを負わしたいなっていうのはやっぱありますね。でも本当にまあ言い切れるのであれば、まあ、これからの話なんですけど、言い切れるのであればやっぱ東京ドーム全面使用の路上マッチっていうことにしたいですよね。全面使用ということはもしかしたらマウンドだったりとかっていうブルペンですか。ブルペン、はい、あとボイラー室こだわりますね、ボイラー室はい。現状では高木さんの中では、シングルワンマッチ興行でいきたいっていう感じ。そうですね、シングルワンマッチですね。この辺も含めると、じゃあ東京ドームで路上で、ワンマッチ興行って前代未聞尽くしみたいな感じになるって感じですかね。そうですね、まあそもそも興行という部分になるのかどうかということも含めてなんですけども、でももう本当シングルワンマッチしか考えてないですね、うん、これに関しては、はい、だからもう本当に前代未聞だと思います、東京ドームで。やるからにはもうそれなりのものをやっぱり自分としてもかけたいなと思ってるんで、うん、出てきてもらいたいですね。時期は未定ということですけど、高木さんとして何月ぐらいとかどのぐらいの時期にやりたいっていう希望はありますか。いやでもね、時期は本当にいつでもいいんですよ、本当に。もちろんスケジュールとかもいろいろあると思うんですけども、僕としてはもういつでも
戦う準備でいきます。はい、続いてなんですが、昨日のメインで本当、激闘死闘の末にですね、リリキの絶対王者でありました原島選手を破りまして、新チャンピオンとなりました竹下幸之助選手に、まずは昨日の試合を振り返って今の心境を聞かせていただけますでしょうか。そうですね、まあ、昨日も言ったんですけど、やっぱり埼玉スーパーアリーナで DDT20 周年っていう、そういう本当に素晴らしい舞台をメインに立てたことが自分にとってまずすごい経験になったし、思い出にもなったし、20年前は自分まだ1歳なんで、そんな人間がつい20年後にスーパーリーナをメインに立ってるなんてこと、こんな夢みたいなことないと思うんで、それが本当に DDT ならではというか、プロレスならではというか、本当に、素晴らしいことだと思いました。原島選手、絶対エース、不動のエース、その原島選手から3カウント取れたっていうことは一つ自分のターニングポイントになったと思っています。どうですか、体のダメージの方は今。いや、もう今首が回らなくてですね、はい、やばいですね、はい、これはこの後またジム行かないとダメだ。ジム行くんだ、はい、首回らないんで足やればいいかな。でも足も膝機能を攻められてると膝がちょっと曲がらなくてですね、膝を伸ばすことはできるんで、膝を伸ばすトレーニングをしに休まないの。はい、一日でも休むと、もう次のタイトルマッチも決まってますんで、はい、頑張ります。頑張って、はい、今の時点で何か質問などございましたらお願いいたします。改めて、まあ、今回で2度目の KOD 無差別王者になったと思うんですけども、どういうふうな DDT をどういうふうに引っ張っていきたいかなっていうようなことを考えてる。やっぱり1度目のベルトを巻いた時もすごく特別な思い、やっぱり21歳の誕生日の時に初体感っていう、カリスマからすごい特別な思いもあったんですけど、2度目は何でしょうね、ただ嬉しいだけというよりは、これは本当に自分が引っ張っていかないとって責任感みたいなものが前回よりすごく強いですね。具体的には自分は後楽園とかビッグマッチ以外でも、例えば地方の試合でもタイトルマッチしていきたいと思っています。とにかくいろんな選手とタイトルマッチできたらいいかなと、僕はそれを望んでいます。他にはございませんでしょうか。はい、次回のタイトルマッチに関してなんですが、試合終了後にダムネーションの遠藤哲也選手の方から挑戦表明がありました。それを受けて4月29日後楽園ホール大会で、竹下幸之助対遠藤哲也の KOD 無差別級タイトルマッチ決定いたしております。それでは挑戦者の遠藤哲也選手に登場していただきます。お願いいたします。それでは改めて、挑戦者チャンピオンに意気込みを聞いていただきたいと思います。ではまずは挑戦者の遠藤選手の方からお願いします。昨日も言ったように、俺は未来とか、なんならベルトとかにもそんなに興味はありません。俺はただ単純に竹下が苦しむ姿が見たい、竹下を潰したい、ただそれだけです。はい、ではチャンピオンお願いします。竹下幸之助と遠藤哲也っていうのは自分の中で特別なシングルマッチだと思っていて、で
僕が前回チャンピオン、昨年チャンピオンだった時に、まあ、タイトルマッチ一度やりましたけど、まあ、その時は僕がタイトル防衛という形で勝って、それでもうしばらくやりたくないなって正直思ったんですよね。特別な試合なんで、僕の中で。で、昨日、荒島さんと試合して、勝って、その後に出てくるっていうことは、遠藤さんはかなり自信があるんだろうなっていう。この試合をもう超えられる、俺なら超えられるっていう自信で出てきてるんだと思うんですよ。でも僕はやりたくなかったです、その時はね。そんなに何度もするカードじゃないと思ってるんで。でも埼玉スーパーアリーナのお客さんが望んでいたと僕は思ったんで、それならチャンピオンとして挑戦者の全てを受け止める覚悟で次4月29日後楽園戦いたいと思います。はい、それでは質問の方お願いいたします。お二人の対戦は昨年の大阪以来になると思うんですけど、直接はシングルマッチというのは、はい、それはその結果は、遠藤選手の勝ちというふうにが、それは何かしら影響したりっていうのは何かありますか？影響はないですけど、結構そうですね、僕たちのシングルマッチって結構やってるんですけど、若干勝率は僕の方が高いぐらいで、割とそうですね、最近になって負けが増えてる気がするんで、そういう意味で実力はもしかしたら拮抗してるのかもしれないですけど、やっぱりタイトルマッチでメインでってなってくるとまた違う勝負強さが必要だと思うんで、その点においては負ける気はないですね。遠藤選手、まあ前回と明確に違うところは、これがタイトルマッチだっていう、向こうはかけるものがある。これで俺が勝てば前回の大阪以上の絶望感竹下に味わわせることができる。俺が見たいのは、去年7月俺がダムネーションに入った時のあの竹下の絶望に満ち溢れた表情、ただそれだけです。そのために俺はこのタイトルマッチ、ベルトを取る必要があると、そう思っています。はい、続いてなんですが、DDT エクストリーム級のベルトに関する会見となります。昨日の埼玉大会で、前王者デスマッチのカリスマ葛西純選手をこうハードコアルールという、まあ、いわば相手の庭で、打ち勝ちまして、ダブネーションの佐々木大輔選手が新チャンピオンとなりました。ここでですね、次のタイトルマッチ、を決定させていただきたいと思っているんですが、どうでしょうかね。4月の29日の後楽園ホール大会。いや、JM 待って、まず、ね、昨日、葛西純と、あれだけの試合をして、今日雨降ってるし、はい、こんなバスの中で会見させてる、DDT、この会社を批判します。会社ふざけんじゃねえよお前は、雨降って GM だってほら、昨日寝てないだろ。あんまりあんま寝てない。一緒にほら批判しようよ。いやいや俺会社の人間だから。ほら、いや雨降ってるのは会社のせいじゃないから。ふざけんじゃねえよ。いや、おい、もういいよ、分かった、クビにしろ。な誰を。クビにしてくれ。いやいや、しない。
首にしない。首にはしない。おい、叫んじゃねえぞ。次のタイトルマッチ、次のタイトルマッチの日程を決定いたします。やんないよ。4月29のコナン。やんない。もうやんない。じゃあ、地元練馬に近い4月8日の成増でやりましょうよ。地元。確かに。家の前からバスで行けば成増行ける。うん。実家からね。近いでしょ。いいじゃん。やんない。地元愛あるからやりましょう、4月8日の成増。いやだ。あ、じゃあ4月14日のダムネーションの主催の興行でやりましょう。ダムネーション。それいいじゃん。それいいじゃん。やろう。あ、それはいいんだ。やろう。いいじゃん。あっさりしてますね。もういいじゃん。たまにはいいこと言うじゃん。ありがとうございます。じゃあ4月14日の新宿フェイスダムネーション4周回で、次期エクストリーム級のタイトルマッチやらせていただくという。いいじゃん。ありがとうございます。で、挑戦者なんですが、誰かやりたい相手とかいますか？なんかすっごい弱いやつとか。うん、いや、さすがにね、笠井さんから取って弱いやつとやるのじゃないじゃないですか。外国人女性。もうそれはもうキャンディスでやってるじゃないのよ。キャンディスほら、いや、なんでもない。何よ。なんでもない、いない、今の。いない。じゃあこっちで決めていいですか？勝手に決めんじゃねえよ、お前は。叫んじゃねえよ、お前は。勝手に決めていいのが GM だと思って。叫んじゃねえよ、お前。どうなってんだ、この会社は。いや、だってどうすんじゃん。自分でもやりたい相手いなくて、会社が決めんのも嫌だって言ったらどうすんですか？決められない。あれ。はがきで。え？はがきで募集。はがきで募集？いや、100歩譲って募集は OK だとしても、別にはがきじゃなくてよくないですか？メールでいいですよね。メールはちょっと、現代的すぎる。はがきで。はがきでエクストリーム級王座挑戦者募集係。はがきで、ああ、はがきじゃないとダメ。メールじゃダメ。メールじゃダメ。はがき。ああ、わかりました。じゃあ我こそはこのエクストリーム級に挑戦したいという方はですね、新宿 2-1-2 白鳥ビル1階の株式会社 DDT プロレスリング、エクストリーム級挑戦者募集係まで、住所、氏名、年齢、職業、あとなぜエクストリーム級に挑戦したいのか、そしてもしできるとしたら、こんなルールでやりたいみたいな書いた上で、どしどし応募してきてください。お願いいたします。あ、そうだ、うん、4月14日ダムネーション募集会、はい、カード1個決まった。あ、そうなの。おー、何、どんな。石川修司、うん、マット・ポーリー、はい、バーサス、うん、関本大輔、おお、佐藤浩平。え、マジで。どう。いや、え、ツインターズが分かれちゃうの。そう。めちゃめちゃ見たいじゃん、それ。チケット買って、チケット買って。いや、そこはだって、見せてよ、ちょっと。チケット買って。いや、これ、マット・ポーリー、石川修司組対関本大輔、佐藤浩平組、決まりました。そして、エクストリーム級のタイトルマッチも決定ということになりますので、どうぞお期待いただきたいと思います。それでは何か質問などございましたらお願いいたします。エクストリームの挑戦者として、こういう人が来てほしいっていう、なんかこう、応募要項みたいなのはあんまない、そういうのは設けないんですか？あくまでもそういうメッセージとか読んだ熱意で決めるっていう。そうですね。じゃあ、本当に誰でもいい。誰でも応募してくるんであれば。素人でも。素人でも。熱意があれば。うん、それで、ハガキを読んで判断をする。うんうん、封筒はダメ。ダメ。ハガキ。封筒でもよくないです。封筒はなんでダメなんですか？いや、ハガキ。絵はがき。絵はがきだと書くとこ少ないじゃない。なんか。絵はがきでもか。絵はがきでもか。はい。わかりました。他にはございませんか？ルールは逆に言うと、相手次第というか、向こうが応募してきたはがきに書かれている内容も考慮っていう感じになるでしょうか？まあ、書くだけ書いてって。それも選ぶ基準の一つにはなる。そう。面白かったら。そのはがきをなんか選んで読んだりするとかっていうのはなんか勝手に佐々木選手のでやるっていうことですか？私は勝手に、どっかのタイミングででも やんなきゃいけないですね。そう、公開で見せたりとかもそんなしないで。いつ見せていいこと書いてあったら見せたいね。
すごい素人の歯が絵が上手と。いつ発表しましょうかね。4月14日だからある程度締め切り設けないとですよね。じゃあ次回大会で。次回大会、次回、次回は3月25日の横浜ラジアントホール大会です。3月25は休んでもいいですか。ダメです、ダメですよ。じゃあそこで、あ、そこで発表しますか。そこで、じゃあもう すぐ送んなきゃダメじゃないですか。速達で。今日が21でしょ。もう遅くとも24日までには DDT 事務所に届くように送っていただきたいと思います。そこから私が責任持って佐々木選手に全部お届けしますのでお願いいたします。はい、他には、はがきのみで決めてしまうことに対する不安とかは佐々木選手は全くありません。逆に楽しみですかね。好奇心が、どんな絵はがき食うだろうみたいな、どんなやつが来るか。どっから来るか。はい、続きましてですね、KOD タッグ選手権に関する会見となります。昨日埼玉大会で、現王者坂口由紀夫、船木正勝組が、ダムネーションの石川修司、遠藤哲也組に勝利して、防衛という形になりました。では坂口さん、ちょっと昨日の試合を振り返っていただいてよろしいでしょうか。そうですね、一夜明けて改めて強敵だったなという印象、遠藤選手のスピードと石川選手の、スピードプラスパワーで結構何度もやられそうだったんですけど、なんとか生き延びてやることができたんで、その勝利の余韻にちょっと浸りたいなと思ってたんですけど、イラン邪魔が入ったんで、今はちょっとあんま気分良くないですね。今も坂口さんの方からイラン邪魔という出ましたが、試合終了後に、高山由紀夫男色 D の新生ノーフィアの方からですね、挑戦表明がありました。現チャンピオンがですね、挑戦を受けましたので、4月29日後楽園ホール大会にて、KOD タッグ選手権試合、坂口船木組対、高山 D の組が決定いたしております。それでは挑戦者チームの男色 D の選手、一言意気込みをお願いいたします。あ、意気込みというかもう、昨日ね、私が試合後にお邪魔したじゃないですか。でそれについてちょっと一晩考えてみたんですよ。はい、申し訳ないことしたなと。確かにゆきおちゃんには申し訳ないことした。要するには嫉妬なのかなと。で私がマー君ばっかりこう、はい、なんかマー君行くから、マー君ってのはマー君にちょっと昨日言ったような、船木さんのことですか。ああ、世間ではそう呼ばれてるかもしれない。ああ、はい、マー君ね、はい、マー君ばっかりこうからやっぱりね、ゆきちゃんとしてはやっぱり嫉妬しちゃったかなっていうのは、やっぱ平等に愛するのは私のポリシーだから、そういう意味ではちょっとやっぱり偏った愛を注ぎすぎたかなっていう意味でも本当申し訳ない、ゆきちゃん。それで怒るのは本当無理はない、申し訳ない。もっと俺の方も見てくれよってことで、っていうことなのかなってやっぱり思ってた。坂口さんは怒ってらっしゃる。だからそれは、確かに筋が通ってるとなって、だからもうタッグ挑戦の時には平等に愛してあげますから、そこはもうそれで許してくださいよという気持ちです。はい、本当に申し訳ないです。坂口選手どうでしょうか。何勘違いしてるのかっていうのと、あんまりあんたのこと見てないし、俺のことを見なくていいですよ。俺見てんのあんたのところのよっちゃんだから、ね、よっちゃんしか上入ってねえから、あんた船木さんに料理してもらって、自分はあんたのところのよっちゃんやっつけるんで、そんな感じでいいんじゃないですか。船木さんもすねちゃった、やだやだ、自分も正直言ったらもう本当嫌だなと思うんですけど、相手チームのよっちゃんが自分で言ったコメントに対してリングに上がれば平等だって、だから平等の戦いって言ったんで、
それでちょっと、はい、俺も平等に、なんだろう、やってやろうかなと。それでは何か質問ございましたらお願いいたします。ね、坂口選手、はい、相手チーム、高山選手、男色ディーノ選手組というチームに関してはどういうふうに分析をしていますか。どういうチームの印象がありますか。今までこう力力力でくるタイプの挑戦者チームがあって、逆になんか自分らはそういうのが、まあ、得意とはおかしいですけど、そういうのばっかしやってきて、まあ違う異質な部分もあるし、まあかつて違う部分を持ってるだろうから、まあ正直侮れないところは侮れないと思います。まあただなんだろう、あんまり考えてもしょうがないんで、変なおっさん2人組ぐらいしか考えてないですね。昨日のリング上で船木選手が自分は苦手なタイプって言ったことに対しては何か、はい、いやそれは船木さんの言うことは思ってもらうと思うし、自分も男は好きじゃないんで、はい、ただね、よっちゃんが言ってたじゃないですか、リングに上がれば平等だって。だからその言葉そのままですね、はい、だからそこら辺は自分が吹っ切れてやってやろうかなと思ってます。リーノ選手はまあ、高山選手とのタッグを一緒させて、これが初めてのベルト挑戦になるんですけども、ここ前の手応えと、今回のタイトル挑戦について。まあ、穴取れないというか、まあ、穴掘りにくい、穴掘れない相手かなとは思ってますよ。でも、それを掘ってこそが私たちだと思うし、そのなんていうんだろう、もう怖いもんな、本当に何もないのよ。どんな穴でも掘ってやる。それがノーフィア。それは高山選手も同じ気持ちだ。よっちゃんの方がよりなんかアグレッシブだと私は思ってる。高山選手も穴掘れないっていうふうに思ってる、うん、思ってると思う。でも穴掘れないこそからこそ穴掘っていこうって、そういうタイプなんだ私たち。穴掘れないからこそ穴掘っていこう。 何言ってるのあなた。何言ってるのっていうふうに今おっしゃったんだ。いや真面目にやってくださいよ。いや、真面目に聞いてるんですけど。なんて言うの？穴掘れないからこそ。穴掘れないって何？いや、先ほどおっしゃってましたよね。穴掘れない。他にはございませんでしょうか。はい。それを踏まえまして、4月8日、DDT、成松初進出となります。成松アクトホール大会。こちらでですね、スペシャルシングルマッチ坂口幸男対男色 D のが決定いたしました。それについても一言もらえますか。今ちょっと本当にごめんなさい、これ対戦と関係ない気になり方でして、はい、もう一回なりますに、なりますに初進出となります。やりやがったな。えもう一回言って、DDT としては成松初進出となります成松アクトホール大会で、スペシャルシングルマッチ男色 D の対坂口幸男が決定となります。気づいてない、はい、気づいてない。何ごめん、もう一回入れて成松のこれで、DDT としては、初進出となります成松大会で初進出となります。うわ、頑張ります。坂口選手どうでしょうか。シングルマッチということなんですが、おそらくそうですね、自分がまだ、2回目デビューして1年間も経ってない、はい、キングオブの初めて出場したトーナメントの1回戦でシングルをやらせていただいて、それ以来になります。まあ自分今年で5年目なんで、いい意味で原点回帰っていう意味で、はい、まあ、ゆきちゃん、ごめん、今なんつった。あんま覚えてないんで、はい、すいません。ダメだ、ごめんよ。まあ、頑張ります。何か質問な。
なんですか。ジル選手は、はい、この選手の戦に向けてはどんな意気込みになりますでしょうか。ちょっと待って、もう一回ごめんなさい。どんな意気込みになりますでしょうか。頑張ります。他にはございません。質疑応答の時間となります。改めて互いの印象をどういうふうな思いになっておりますなりますでしょうか。どっちかにせよ。どっちかにせよ。それは無理やり避けるなら避ける。寄せるなら寄せる。どっちかにしてよ。印象ですって。いや、私はもうあのゆきちゃん、ゆきよちゃんがあのこれを機に芸人になりますって言うんじゃないかと思ってますよ。すいません、印象なんですけど、1回目の時と今ではだいぶ印象も変わってきてるんじゃないですか、ね、いやでも変わらないんじゃないですか、はい、あそうですか、はい、自分は芸になります、うん、はい、他にはございますか。お互い気をつける技っていうのは何になりますか。まあ、ゆきおちゃんは一瞬で技を決められるのを持ってるっていうのは本当に私知ってるから、ここはあのトラップを踏まないように必死に頑張っておりオープンあのだからも試合中でもそういうゆきおちゃんの一瞬で終わってしまう技をこう避けていこうと。そうすればまあキャリアもあるしゆきおちゃんが無事カミングアウトしてくれるものだと思っております。まあ、なんかね、ところどころでこうお騒ぎとかしてくるんで、まあそういうものに注意して、はい、ちょっと集中力を上げてやっていきたいなと、そんな感じですか。はい、続いてなんですが、昨日、男色 D の対ジョイライアン世界一ヤバいやつ決定戦、激闘の末にですね、最後は男色リードがライアンを破りましてアイアンマンのベルトを奪取いたしました。まあ、試合終了後は和解して、仲良く一緒にこうバックステージに履けていったんですけれども、バックステージコメント中に、まあ、ライアンが、まあ、仲良くなったんだからそのベルトを返してくれとお願いしたんですが、かたくなにリーノがそれを拒絶した、そこでまたちょっと遺恨が勃発してしまいまして、それを踏まえまして3月26日、大阪平野区民ホール大会に行って、ワールドワイド世界一ヤバいやつ決定戦の第2戦、再戦が行われることが決定いたしました、埼玉スーパーアリーナで行われたスペシャルカードがわずか6日後に、大阪の区民ホールで再戦してなってしまいました、それを踏まえましてですね、しまいましたなってしまいました。いや別にじゃあタッグとかでもよくない、再戦となりますって言った方がよかったですか。いやそういう話じゃないんですけど、はい、そういうことでしょ。いや、なんかしょうがなく組んだみたいな言い方で、はい、いやいや君たちがまあ遺恨が起こしてしまったから、私としては別にもう何もないから、ライアン、ライアンとしてはアメリカ帰る前にこれを絶対取っていきたいみたいなことがあるんですよ。何、私だってそんなの関係ない。まあまあ、ライアンちょっとコメントをお願いします。 Please say something about yesterday. Yesterday, after the match, we shook hands, we become friends. Friends. I thought maybe Dino, Joey, tag team. Tag team. あるね、あるね。Maybe I call promotions, maybe Dino, Joey versus Hardy Boys. Oh! Maybe Dino, Joey versus Young Bucks. Maybe Dino, Joey versus Dudley Boys. Maybe Dino, Joey versus Steiner Brothers. But Dino's very selfish. Selfish. 昨日最後すごく仲良いになって、タッグ組みたいと思ったけど、Friends share.
Share. でもディーノさんは生意気ばっかり。ベッド取ってなんでベッドあげないと言ってる。自分勝手だってこと。セルフィッシュ。そうは言いますけど。You won't share with me。いやベル、いやこう二人のベルトみたいなとこあるじゃない。だからそこは二人でね、タッグだとも共有してるこの。That is not a team belt. That's みたいなもん。But it's his belt. Don't, no, there's Iron Man has no rules.No rules. そうですよね。So, あのベルトはベルトルールがないから二人でシェアができるでしょって言ってます。いや、もうシェアしてる気持ちでシェアすればいいんじゃない？あ、only he, maybe feelings. He can share his シェアしてるんだったらあげちゃえばいいんじゃない？いやいやいや、それはない。Maybe he can give you to you as a present. いや、それはないよ。いや、シェアしてるって言うんだったら別に。形式上なんだからこっちに渡しちゃう。いやいや、そういうんじゃない。それは便宜上私が持って気持ちでちょっとそれはやってくれればいいんじゃないかな。The belt is his belt. ちょっとそれはいかに友達でもちょっとそれはできない。 He's not gonna do it. I will be forced to win the title then. I will win the belt in Osaka. Win it and take it to America. 大阪でベッド取ってアメリカまで持って帰りますって言ってました。もうだからこそもう今後もう決着するしかないんだよ。再戦するしかないの。私のメリットはメリットないよ。いや、防衛できていいってことじゃない。いやいやいや、そんなの他人ズタッグでもちょっといいめっちゃいいよ。そこはお茶にごしますか。そんなの納得いかない。そんなの。え、なんでそっち寄りなの。はい、もうとにかく、3月26日に、こっちのニコンが生産されることになりますので、ご期待いただきたいと思います。質問ございましたらお願いいたします。ライアン選手は、平野が終わったらもうアメリカに帰ってしまうってことなんでしょう。いつ帰るの。 When are you coming back to the States? I come back to the States one day after Osaka. 次の日帰ります。もう、アメリカでまた持ち帰って防衛戦をやりたいという気持ちがある。So when you go there to America, you want to have a lot of matches with your title if you win it? Maybe I take that title to WrestleMania. Oh, アメリカに帰ったらレスメニアウィークとあります。そしてあそこで多分毎日試合大会もある。あそこでベッド取ったらやりたいです。ベッド取ってあそこで試合やってみたいと言ってました。別にベルト取らずにやってもいいじゃない。そんな気持ちで、アイアマンの気持ちがあればそれはもう頑張って。 You can do it only with your feelings without the title because he's not gonna give it to you. Iron Man very important. 一番大事なことはあのベルトです。 Very important. Very important. Very important. 何自分のものにしてやがる。いやいやいや言ってたから今そう、はい、ちょっとそういう顔を刺すのね。はい、他にはございませんでした。あ、昨日は、特殊なシチュエーションでの試合となりましたけども、次回はどんな形の試合にしたいっていうのは、いや、私としてはもう逃げ回る試合にしかならないというか、何としてもこの不透明決着で終わろうと思いますよ。What kind of match he would like to do? And he was saying that he will escape. He has to escape because he's not going to give you the title. No escape. Eh? No way. No escape. We are friends. Friends. Friend だったらよこせ。Yeah, yeah. Sorry. If you are friends, he's going to give it to you, but you are not friends. はい。他には。昨日の段階で、それから今日の会見でも、山里さんに関するコメントがディーノとか一切ないんですけども、それに関してはいかがな今気持ちでしょうか。んいやいや、山里さん、山ちゃん、なんか頑張ってゲームパスをやってほしいなって思いますよ。いや、昨日山ちゃんが大変な目にあったんです。 Bad friend. Bad friend.山ちゃん、友達でしょ。友達。親友でしょ。親友。すごい大変な目にあったんだけど、あなたのせいで。はい、センキュー。まあこんな感じです。Bad friend. Bad friend. Bad friend. はい。続いてなんですが、昨日の埼玉大会で見事、AOD 6人タッグの新チャンピオンとなりました、NWA、まずは昨日の振り返り、そして今後へ対する意気込みなど聞いていきたいと思います。お願いいたします。はい、僕たち NWA です。よろしくお願いします。お願いします。昨日はですね、皆さんの応援のおかげで
この白いベルトを取ることができました。そして、埼玉スーパーアリーナで NWA が歌を歌うことをですね、ライブができて本当に幸せで、あっという間な時間であったんですが、もうみんなこの3人で力を合わせて取ったベルトです。もう今後も3人で力を合わせて、ベルトを守っていきたいなと思います。はい、最高でした。ありがとうございます。今年初めにまず最初に挑戦してるんですよ、一回このベルトに。四天王寺が相手でしたけど、その時に僕がピンフォールを取られて負けてしまったので、すごい悔しい思いがあって、もうこのチャンスしかないと思ってて、で自分の手で取ることは取れたのは嬉しかったんですけども、それ以前にこの3人が絶対にピンフォールを取ったのが私ってだけで3人の力なんですよ。あの複雑なルール形式の中で他の2チームは完全に3人まとまってたチームっていうのは一つもなかったと思うんですけども、最後の最後まで3人がまとまってたのは我々 NWA だけだったので、そういったところのチーム力の差だったと思います。はい、まあベルトを取ってとりあえずの目標は達成いたしましたので、はい、これから、まあ、このベルトを防衛し続けるのももちろんなんですけども、ベルトを持ってライブに、はい、ライブをやるとか、はい、ライブやりたいですね、はい、ベルトを持って単独ライブとかね、単独もういいし、アルバムを出したい、アルバム、そう、アルバムですよ。昨日ね、コメント見ていただければ分かりますけど、うん、アルバムを出したい。そうですね、ジャケシャにしちゃいましょう。ジャケシャ、ベルトもいい、いいね、ジャケシャもいいね。それプラスですね、はい、なんと昨日、我々の音楽プロデューサーの道友さんがですね、試合を見ていただいて、はい、であのベルトを取ったご褒美ということですね、新曲をプレゼントしてくださるということなので、あ、もしできたらね、はい、あのこれから取って、ね、ダンスも練習して、はい、あのコラケホールとか、そうですね、来月のコラケホールで披露できたらなと思ってね。いやもう本当にやばい、楽しみだな。いやもうなんかもう未来で広がるっていうか、ね、夢が、まあ、本当なんだ。映画にしようがやらよ、さっきから聞いてらよ、チャラ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 しやがって、ムカつくんだよ、なんなんだおめえらよ、もう天狗になってんのか、調子乗ってんのか、これ。目標を言っただけですよ、実力で勝ったと思ってんのか、まぐれだろ、あんなんや、まぐれちゃくよ、アイドルだかレスラーだかなんだか知んねえけどよ、おい、もうお前らにはもう試練与えるしかねえな、試練、もう次タイトルマッチだ。25日横浜ラジアントでタイトルマッチだよ。いや、早くないっすか、5日後、前哨戦早くないっすか、試練だっつってんだろ。いやいいか、お前らアイドルだろ、はいはい、なアイドルなんだよな、はい、アイドルです。ももクロだってよ、アプガだってよ、はい、このマネージャーさんとかさ、会社からどん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 いろんな試練与えられて、それを乗り越えることによって大きくなってったんじゃねえのか、まあ、それを乗り越えて頑張って乗り越えようとしてる姿がファンの気持ちを心揺さぶってあんだけ大きくなったんじゃねえのかよ。5日後だから早すぎる、バカか、チャラ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 しやがってよ。すいません、はい、人気者気取りか、いや違う違う、人気あると思ってんのか、いや、あると思ってますけど、あるのかお前ら、あるんじゃない、なんか変な、なんか地方でライブとかやってんな、はい、来てんのか客が、まあ、そっか、何人来てんだ、この前柏で25人で人気者気取り、25人で俺たち人気ありました、アイドルグループで一年生に、ああ、ああ、キモい、ああ、おい、はいはい、ラジアントでタイトルマッチやるぞ、はい、やります、やります、挑戦者決まってんぞ、え、もうさ、はい、カモン、やばい、アメリカインディー界の大物ジョイ・ライアン、そしてカナダ出身次世代のスター、マイク・ベイリー、そしてアメリカのプロレス武者修行から凱旋しましたイレイ・シギーゴ、この3人がチームを組んで、お前らクソアイドルレスラーに挑戦しちゃうよ、決定だ。ちょっと強すぎないですか、ちょっと強すぎる、ダサダサクサ、臭くはない、くせえよおめえらよ、試練だっつってんだろ、試練だろ、アイドルなんだろ、アイドルです、会社が用意した試練だよ、
モモグロとかアプガとか、はい、会社が用意した試練を乗り越えてスターになったんだ、はい、試練を用意してくださって、はい、ありがとうございますよねえのかよ、ありがとうございますって言ってるな、ありがとうございます、声が聞こえねえな、ありがとうございます、よし、じゃあ意気込みを聞かせてください。まずは挑戦者チームからお願いします。はい、この3人は生まれたところは違いますが、みんな大和魂を持って日本人です。この3人でこんなアイドルグループに僕たちが負けるわけがないんですよ。そしてこの試合に負けた場合、チャンピオンには約束してほしいことがあります。もう二度と歌って踊らないでください。もうこれでアイドル活動も終わりです。いやいや、仕事になるね。狭い、狭いし。 NWA のファンはこの試合を絶対見に来てください。彼らの最後のライブになります。ラストライブになる。You're right here. Three very strong American wrestlers. この3人は一番強いのはアメリカ人です。この3人。Very strong American wrestlers. アメリカですよ。そう、みんなアメリカ人です。3人ともアメリカ。Yes. 違う、みんなアメリカ人です。After we win the championships, ベルトを取ったら、we're gonna be NWA, but it's gonna be...New Wrestlers America. Oh, ベルト取って NWA になります。NWA というユニットになって、でも名前はちょっと違う、変わります。Could you please say the name again? New Wrestlers America. America? They are American wrestlers. America. Big American wrestlers. Yes. Big. Yeah, baby. When we were growing up in Canada, me, Joey, and Irie,We had to walk every day 3 miles or kilometers in the snow with no shoes. And that made us strong. I know. That is the strength we're going to use to beat you guys. 3人子供の頃、カナダで、靴なかったです。そして毎日毎日、外、雪が多いですよね。あそこで毎日靴なしで歩いて、多分3キロメートルぐらい、みんな子供の頃、カナダ、幼馴染みって、この3人が、そう、3人カナダで、そう、カナダで、おお、そうだ、アメリカ人ですけど、魂は日本人ですけど、みんなそこで子供の頃3人でいつも外で歩いた、裸足で、裸足で靴なしだから、そういうこと毎日やってから今めっちゃ強いチームです。絆がね、そう、そういうことがあったんです。American wrestlers born in Canada. So, みんなはアメリカ人ですね。そしてカナダでレビューもやってると言ってました。Grow up in Canada. 何かなるかわからない。イレ君は ？Yes. Yes. 山と魂、そうね。You have the Yamato spirit in your soul. Japanese spirit. Japanese spirit. American wrestlers from Canada. Japanese spirit. どうなんだよ。いや、どうなんだよ。今の聞いてどうなんだよ。どうなんだもんよ。こうなんだもんよ。バラバラじゃねえか。結局は。めちゃくちゃ。何を言ってんだよ。何言ってんか全然わかんねえ。つまんねえな。つまんねえ。普通に突っ込みやがって。突っ込んじゃダメ。どう、え。どうなんだ。ラストライブになるんだぞ。いやいや、ラストライブなんかありませんよ。いや、もう勝って、新曲も披露もするし、メルタイト防衛するし。おう、なんすか、どうしたらいいですか、なんすか、これも試練ですか、な、今この瞬間も試練ってことですか。試練だよ、試練もらって、ありがとうございます。何か質問などございましたらお願いします。確認なんですけども、入江選手、この3人はカナダの幼馴染で大和魂を持ったアメリカ人レスラーということでイエス、絶対違うだろ、絶対違うっしょ。 Perfect English. Perfect English. Very good English. イエスがしゃべるわ。このイリー選手はその NWA に対して何か不満とかっていうのがあるんですか。不満しかないですよね。
例えばどういう。みんなね、リングを作るわけじゃないですか。リングを作ってみんな試合に向けてウォーミングアップをしてるんですよ。その時にリハ入りますって言って音楽かけてこいつら歌い始めるんですよ。何時に来てんの？貴重なね、ウォーミングアップの時間を取られてるってことだね。僕らだって歌うのはね、お客さんが求めてることを練習してるだけだから。え、何人が求めてライブ来たんでした？25人。いやいや、でもそんなの、入江君のファンだって25人いるかどうかなわけでしょ。名前の浮かぶファンの数数えてる今。3人ぐらい。俺らの方じゃ。俺らの方、まあ、しょうがないし、俺らの方がモテるんです。そんなことない。やめろ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 。落ち着いて。落ち着いて。25人。25日に殺せばいいから。ね、落ち着いて。はい、他にはございませんか。NWA の活動を終わらせて、逆にニューレスリングアメリカでなんかやりたいことってなんかありますか。どんな曲歌いたいみたいな。歌うじゃねえか。やっぱね、あの WCW に3カウントって。あ、いたね。うん。3カウントみたいになりたいんですよ。知ってる？ He was asking if you became new NWA, what are you gonna sing? What do you think about it? What do you like to do as new idols? He would like to be like the...Three count. Three count's good. Maybe. What do you think? I think as New Wrestling America, as American wrestlers, we should sing the Canadian national anthem. Canadian. American 人だから、カナダの国歌を歌いたいと言ってる。もうめちゃくちゃじゃねえか。わかんねえ。めちゃくちゃじゃねえか。突っ込むんじゃねえよお前よ。すみません。すみません。はい。すみません。はい。他にはございませんでしょうか。よろしいですか。